ボーグとの独占インタビューで、エンハイプンは新生としての経験と、Z 世代アイドルとしての音楽とのユニークな関係について語ります。エンハイプンは、多くの K-POP アーティストと同様に、自身の経験を音楽に反映しています。しかし、欲望や吸血鬼といった暗いテーマから、シェイクスピアやハムレットの暗示まで、そのユニークなビジュアル表現は、他とは一線を画しています。 彼らの最新アルバムボーダーカーニバルではアイドルになった経験とこのデジタル時代における音楽の視点をもう少し深く掘り下げています。ボーグは特に彼らのトラックノット・フォー・セールについて尋ねた。この曲は一見切ないラブソングのように見えるが実際にはボーグの言うところの世界が取引に変わり、 私たちがあらゆる現実生活に公共の価値を置くことが多いという内容について根底にある解説が含まれている。そしてデジタルインタラクション。スノーは愛は取引的なものであるべきではないと考えているため、この曲に共感したと語った。最近の10代の若者の多くは何かを得るためには何かを与える必要があると信じていますが、それは恋、つまり、 本当の愛に当てはまるべきではないと思います。悲スはまた、人々が質よりも量にますます注目していることへの不満を雄弁に表現し、この曲との深い感情的な結びつきを表現した。私たちが住む世界は、デジタル変革に伴い、さらに定量化が進んでいます。人間の本質である命や愛そのものよりも、数字に注目している人たちを見て腹が、 たったので、本当の愛は人間として持ち続けるべきものだと思いました。彼らの答えだけを見ても、彼らの音楽の背後にある意味がどれほど考えられているかは明らかです。デビューしてわずか半年であるにもかかわらず、このグループにすでに何百万人ものファンがいるのも不思議ではありません。